川崎徳寺、川崎徳寺、川崎徳寺、1921年5月7日から2006年4月25日は、プロ野球選手、投手、外野手、監督、留国中学に入学し、1年生の終わりに、陸軍幼年学校を受験するが実質により、不合格となり、久留米商業学校に入学し直す。最上級生の5年生の時には、首相、 エースを務め、夏の甲子園の福岡県予選ではベスト8まで進出する。卒業時には、大学では、早稲田大学と立教大学から、職業野球では、阪急とセネタースからそれぞれ勧誘を受けるが、久留米商業の先輩がいた、満州の武人炭鉱に入社する。の、第14回都市対抗野球大会では、満鉄クラブの投手として出場。予選では、 元大阪タイガースの西村幸夫を擁する心境、伝伝を破って満州代表となり、本戦では大会に連覇中で優勝候補であった藤倉伝線1回戦で破ったことから注目され、同年のシーズン途中に南海に投手として入団、日本大学や幹部にも在籍していた。 46試合に登板して12勝はシーズン途中で、もう超炎のためシーズン途中でリタイアするも41試合で15勝と、南海では神田武雄に次ぐ主戦投手として活躍し、1941年の東西対抗戦に西軍の投手として出場した。この頃が川崎の現役時代で最も休息があった時期で、鈴木壮太郎から9回で一番早いと、 称賛されている。に応賞して、ビルマのマンダレーで終戦を迎え、戦後は強制収容所での交流生活を送った。10月に、監督の中島春康の勧誘もあり、読売ジャイアンツに入団して、プロ野球界に復帰。同年は1試合のみの登板だったが、セネタースの大下博史に、プロ野球新記録の1シーズン20本目の本塁打を、献上しにいる。 彼はオーバースローからスリークォーターに東方を変えたことでシュートの切れ味が増してシンカー気味の落ちる球となり打者をことごとく内野ゴロに仕留めチームの勝ち頭となる24勝を挙げるもう27勝防御率2.31リーグ7位を記録し同僚の中尾博士氏と共に最多勝利のタイトルを分け合った1948年5月29日の対 中日ドラゴンズ戦、宇治山田球場では、1点リードの9回無視1塁の場面で、リリーフ登板したが、最初の打者である、杉山悟に初球を逆転さよなら本塁出され、プロ野球史上初の1球敗戦投手になっている。も、藤本秀夫、24勝に次ぐ19勝を挙げ、巨人の戦後初優勝に貢献した。同年4月26日に、 金沢県六園球場で行われた対ダイエースターズ戦では8飛本塁打で13失点しながら自らも3本塁打含む4安打9打点で関東勝利を収めたこの試合で記録した3本塁打は当手として史上初しかも川崎はこの試合まで1本も本塁打を打ったことがなかった9打点は当時のプロ野球新記録であり川崎は自ら取られた点を 自らのバットで取り戻したことになる。関東勝利投手の失点13、1試合の基本類が8本はいずれも未だに破られていない。日本記録ある。また、同年の暮れにサンフランシスコシールズが来日し、戦後初の日米野球が行われたが、その第一戦に皇太子秋人新王やマッカーサー・ゲンスイ夫人らが観戦する中、巨人の先発として登板する。 しかし、川崎の東急は、マイナーリーグのチームにも歯が立たず、一死も取れずに降板してしまった。二リーグ分裂に伴って、強度福岡に創設された西鉄クリパース、後の西鉄ライオンズに壊れて移籍する。この移籍は、円満に推移し、西鉄が、エースの譲渡に関する巨人への感謝広告を、全国史にすほどであった。しかし、移籍に関連して、 シーズンオフに十分なトレーニングができないまま3月20日の初登板でシュートを投じたところ肘を痛める。肘の故障によりシュートが思うように投げられなくなったため1950年12勝、12勝、13勝と15勝の壁を破れない時期が続く。しかし、西鉄遺跡後は首相を務めには三原治の監督将兵を提案し、 川崎自身が三原への死者役も務めた。は、肘が回復するとともに、新たに、ナックルボールをマスターして、緩球の下で打者を封じ、24勝15敗、防御率1.98で、最多勝利と最優秀防御率の2冠を獲得し、最優秀投手に選ばれた。は、一過性敗新順をわずらって10勝に止まるが、同年の日本シリーズでは、 日本シリーズ初先発で無支給完封勝利を飾っている。和17勝を挙げ6年連続2桁勝利を達成した。になると、監督の三原治は若手投手を積極的に起用するようになり、河村秀文、島原幸男、稲尾和久、西村貞夫の20歳前後の投手3人が20勝を記録する傍らで、川崎の当番機会は減り2勝に終わる。 二元役を引退。引退後は、投資コーチや助監督を務め、三原治監督時代の西鉄王本時代を支えた。三原対談後のから二年間は、西鉄の監督を務めて二年連続 A クラスを守るが、中西太氏をはじめとして故障者が続出したこともあって、優勝はできなかった。西鉄本社は、川崎のチーム昭悪術への批判も、相まって解任され、 公認監督には選手兼任で中西が就任した。彼はフロント入りし、球団常務としてラツワンを振るった。には阪神タイガースの一軍投手コーチを務め、当時新人投手だった江夏豊のピッチングの原型を作ったと言われている。その後、東京駅の八重洲地下街で博多うどん屋を経営。1979年からは郷里の栖市で、 喫茶店を経営していた。2006年4月25日短観眼のため、福岡県久留米市の病院で死去。去年86、万84歳没。ピッチングのテンポが速く、快速球とシュートを得意としたほか、ナックルボールも持ち玉としていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。